ルトナギンタサラダギギミとリムです。夏ですよね。夏です。夏本番。夏らしいことなんかやりてえなと思いつつも、うん、まあ花火は東京都内じゃできない、海も行けない、プールも行けないという中で、なんかやっぱでも夏っぽいことしたいなと思って。このままちょっと終わんのは寂しいわ。そう、確かに。でグランピングとか行きたいなと思ったんですよ。リリースイベントだったりとか、うん、その他もろもろモノパレの予定だったりとかが詰まってて、泊まりでどっかに行ったりとかっていうことがなかなか難しいと、はい、このままやったらもう夏終わっちゃうよ。そう、うん、だからなんか夏っぽいことできないかなと思って調べたところ、うん、今日ちょっと特殊なね場所でちょっと撮影をしてるんですけれども、今日和歌山県ですかね。完食ですね、ここ本日、はい、東京のど真ん中でバーベキューができる施設にやってまいりました。よっ。ということで本日の企画、東京のど真ん中でバーベキュー楽しんじゃおう。これ初めてかも、バーベキュー。え、ご人生で。うん、マジ。うん、やったことない。そんな人いる？何人いたんだよ。マジで。毎年こうやっぱり俺らはね、バーベキューやったりとか、うん、してたりとかしてるんですけど、コロナになってから、コロナになってから一回もやっぱバーベキューができてないので、バーベキュー、東京都内でできるということで、みんなで今日はモノパレ初バーベキューやっていこうかなと思うんですけれども、時間帯もいい感じじゃないの？ね、なんかすっごいこう、こう照明とかがこう映える感じだし、そうですね、涼しいぐらいにもなってきてる、いい時間帯にちょっと撮影させてもらってるので、普段はもうお店の人が焼いてくれたりとかっていうのがこうあるらしいんですけど、まあ、今回ちょっと僕らで焼かせていただけるということで、うん、食材とかもね後ほどちょっと紹介しつつ、うん、今日はみんなでバーベキュー楽しんでいければなと思っております。はい、まあ、結構ゆる動画になると思うので、うん、皆さんもねご飯食べながらだったりとかゆっくり見ていただけたら嬉しいなと思います。それではやっていきましょう。よいしょー。これでかすっげー響いた今早速バーベキューやっていきたいんですけど、はい、うん、ドリンクがね全部セルフサービス。そう、しかもなんか、え、取り放題なの？取り放題。飲み放題じゃない取り放題飲み放題やったらさ、あのドリンクバーのイメージあるマジ取り放題取り放題リキュールとかもいろいろあって、うん、お酒も自分で作れるみたいな感じなんで、うん、なんか自由にね飲み物なくなったら取りに行くとか、うん、ということで、じゃあ乾杯しましょう。はい、それではモノパレ夏に乾杯。はい、よいしょ。コーラで、なんだこれ。ワイン、ジンジャーエール。ワイン、ジンジャーエール。そんなに熱いんだよ。まずそうな顔してる。なんかこれさ、そう、お店の人が準備してくれたんだよね。あ、アヒージョ。アヒージョだ。やばい。え、やばい。これ見て。クソデカ鳥がいる。クソデカ鳥。クリスマス鳥。じゃあ、これ初バーベキュー、ユキミ焼いて。初バーベキュー、ユキミ焼きます。油引きましょうか。あ、さすが分かってんね。さすりめ。これでもモテポイント1来ましたね。ありがとうございます。そんなのあるんですか？あります。今日モテポイント集計中です。 あ、大丈夫、疲れてないですか？カメラ大丈夫ですか？ 0.5 です、モテポイント。はおこれってここはみ出したら大丈夫だな。うん、いいと思う。わーお、夏感じる。これだけで確かに暗くなって、なんかみんな映えてきましたよ。いや、映えてない映えてないみたいな。いつもそうそう、一生映えてない。照明バチ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 。ほんとから夜撮影にしましょう。じゃあこれすごいのよ。3部いく？それで切る？じゃあ切っちゃおうかな。手洗った？あ、先につばかけといた。最高。何してるんですか今？この綿抜いてるんですけど。綿抜くコツとかあって？そう。あ、来た、小杉教授さん。一個も残さへんってところですかね。綿ってやっぱ良くないですか？いや、美味しくないんですよ。苦い。食ったことない。食ったことない。おーおおお。怖い。あっち。野菜じゃ。出会いだもん。うん。熱い。ちょっとじゃあ椎茸食べたいから。それ結構焼肉とかでも椎茸とか頼むタイプなんで。え、分かる。ピーマンとか絶対必要なんだけど。アヒージョー。アヒージョーができました。お、あ、食べたい。おお、すごい。パンもあるね。そう、アヒージョー用のパンが。アヒージョーいただいていいですか？どうぞ。食レポしてくれや。いただきます。あちあちのアヒージョ。あちあちの。ほんまにクソ熱いと思った。あ、めっちゃうまい。うまい？あ、でももうちょっと塩足してもいいかも。え、文句？いや、俺が味濃いめが好きだからちょっと他に食べてみる。しかもガンギンあるやん。いや、うん、エビいただいていいですか？じゃあ雪見といえばエビ。あー、といえば雪見。雪見くんはエビ大好きだからね。いただきます。で、立て。あっこ。めっちゃ美味しい。ベーコンたちも焼いちゃおうか。じゃあ焼いちゃう。でかいベーコンを焼き始めます。なんかさ、こういうバーベキューとかでしかさ、うん、メガベーコンとか焼かんやん。ないね。うわー、やばー。ソーセージやばいな。
影ちゃんこれ自分の音比べたら どれぐらい、うん、俺はこれ、これくらいやな。立派やね。あの、戦闘態勢あるいにちょっとこのズッキーニの気持ちを代弁してみて今ズッキーニの気持ち、うん、こう言ったらオセロだったら俺も肉なのにな。いや、挟んでる方だ、これ。ああ、うん、肉がズッキーニだ、これだとお、オセロだったらお前もズッキーニだぜこれこいつが悪い。違う、俺ズッキーニなんか熱いよとかすげえなと思ったらなんかしっかり大喜利してきたんけどお前からの振り全部大喜利に聞こえそんなことだ抜いちゃうんすかそれ。海賊食いすんのは1個だけで。ああ、なるほど。そうね、やっぱ海賊食いはリム担当でしょ。そうね、うん、海賊食いのリム。でも海賊食いするとあのズッキーニから始まっちゃうこれ豪快にズッキーニ豪快ズッキーニ男。わあ、見てめっちゃうまそう。アゲンが影になって見えへん見てこれあー、すごい、うまっ、やばい。てか、ここのチキンがやばい。チキンもやばいね。これずっとね、置いといてください言ってた。まだ食うなよ。うん、じゃあこれ、ハンブとユキミと俺の。イエーイ。お、俺はえ、海賊食い。海賊食い普通に今、ナチュラルハブ来たんだめちゃくちゃ美味しそう、これやば。なんか昔のアイコスみたいあったで、ね、やっばこれえぐいよね。あ、来た。まずズッキーニ。あっあっ買おうよ。すげえ、やばい、うまくね。うめえ、マジでうまい。それぐらいうまい。あのタワマンぐらいだいぶうまいな、うん、結構でかい。今見渡す限り一番高い建物よ、あれ、うん、肉のタワマンもあるの今日さ、気づいちゃったことあるんだけど。うん、お前、今日カラコン入れてきてるべ。うん、慣れた。一発で入った。すげえじゃん、成長を感じたよ。うん、でも多分これ取るのむずい。むずい。この前さ、撮影に頑張ってあのカラコン入れてきたって、うん、入れてきたので、帰りにサンブがカラコン外したら帰るわって言って、うん、これ外すまでに1時間半くらいかかったサンブは多分帰りたくなかったんだよ。ああ、なるほどね。外ないふりして俺と一緒にいたかったんだ。でもこの肉めっちゃうまい。なんかめっちゃ肉々しい感じのやつ。これ何肉？え、牛だ。牛、ビーフ。ビーフ or 今振られてるの俺。うん、おいしい。出らんわ、なんもやろ意外と振られたら、うん、出てこへん、うん、だから心構えもしてない。だから二度と振るのやめてどれぐらい、どれぐらいや風呂 の、 あの排水溝のとこ掃除するときぐらい。あ、結構やね。ああ、うん、だいぶいい。やめようじゃバーベキュー中にする例えじゃねえよ。来ました。あ、うわ、何十個やばい。ほい、うん、あの、カモとかチキンなやつするもんね。あ、うん、え、待って、スパダリじゃない？ちゃんと切って出してくれるのスパダリじゃない？間違いない。これどうすか、持ってポイント。これさすがに2ですね。2 2入りました。さすがにって。じゃあ俺さっきの含めて3あるんですか？今3です。でも俺も今姫ポイント溜まってるから同時にスパダリポイントと同時に俺も姫ポイントが溜まってるから。そう、最終的にあの、スーパーカップルに腕組んで退場するぞ待って、え、食って、やばい、思ってた、うん、7倍うまい。これガチマジ7倍よ。今想像して、これの味。まあ、大体は想像これやろ。マジでうまいやん。マジの7倍、これマジうまい。椎茸って何つけたの？椎茸、醤油じゃない、大体。醤油ある？あ、今ね、揚げがね、効いてる。あ、OK、 じゃあ待っとこう。やっぱ余計なことするのも良くないと思うので、やっぱ初心者の俺は、まあ、ここでバーベキューを学ぼうかなって思ってます。なんかずっと食ってるだけじゃないですか。いや違います、これ学んでるんですよ。次バーベキューした時に、はい、俺が率先して動けるように。なるほど。ここでやっぱしっかり見て学ぶっていうのはやっぱ大事かなって。今のところ何学んだんですか？今のところまあその焼き具合。焼き具合、まあ、手さばき。焼き具合と手さばき、うん、あとまあ準備もろもろ。はいはいはい、今学びましたね。これをまあ次生かしていきたいなと思います。次またバーベキューする機会があれば。成長してるってことですね。そうですね、間違いなくそうですね。一番成長してるかもしれないです、この中で。今日一番成長してる。うん、まだ聞いてや。え、でもさ、うん、俺椎茸に醤油かけたくてさ。いや、そう、ま、そうで、醤油ありませんかって聞いて、うん、あ、醤油ないっすね。で、調味料は塩コショウくらいしかないっすね。あ、わかりましたって、で、コーラの鮮度言ってた。
何に使うんですかって聞かれたから、もう醤油の話は終わったと思って、うん、あ、YouTube っすね、うん、あ、いや、醤油聞きますか、何じゃこの話、オチ弱ー、これ何点ですか、この話なんですか、何点、この今のでもうマイナス5点ぐらいそんな持ってくれるの、もう5点ポイント今のはマイナス5点、もう俺多分一生喋んない方がいいな、うん、まっ椎茸やばいよ、いけーユニコーン、エンジョイ、音楽が鳴り続ける、イチョイ、とろけタイム、ほんまに何も考えずに始めてしまいました今の使われますよ、多分マジで何点、今のはですね、あのプラマイゼロです、いや、じゃあプラマイゼロってことはやってもやんなくても変わんないと思うんだよね、平行線です、今プラス作って、プラス、プラス、プラス出したいっす、多分プラス作って、じゃあせめてなんかさ、こうやっぱ下りがないとさ、彼女役、あー、いいね、あ、まずじゃあ、リムスパナリ、サンブ、スーパーカブト、何スーパーカブト、スーパーカブト、両方スーパー、理想のバーベキューデートしてまだかな、うん、早く食べたいね、めちゃくちゃ火力強いね、俺らもこんくらいになればいいのにね、最近、手先だもんね、確かにお前、これプラマイゼロだよ、最初は俺らもこんなだったんだけどね、最初はこれぐらい燃えてたね、うん、2人ともなんか懐かしいね、今もうろうそくみたいなのがギリギリついてるぐらいですね、うん、うーん、やめてどうやったらあの日みたいに戻れるかな、それはやっぱりキスじゃない、俺もなんで言ったんやろ、で、じゃあエリンギゲームってこと、エリンギゲーム、あー、このエリンギを、うん、まあ焼けたらありかもしれない、エリンギ、エリンギ焼けたらエリンギ、エリンギゲームするってマジ、らしいっすよ、あの日の熱を取り戻すためにエリンギゲーム、あー最近弱火だもんな、そうなんやな、やっぱそう感じちゃう、あー、まあ、エリンギゲームだとちょっと時間かかるから、バケットゲーム、バケットゲーム、いや待って待って、わーすごい、うわエロすぎ、お肉、うわーい、うまそう、これコツコツ準備してくれてたの、スパナリでしょ、何点これ、30点、30点、これは30点、めちゃくちゃもらえるやん、バリーインフレしてきたやんポイント、あ、じゃあベーコンゲームか、ベーコンゲーム、ベーコンゲーム、ちょうど細長く切ってくれてるし、ああ、うん、なるほど、やっぱココエラでね、多分プラス作ってきたやん、じゃあアギンチ俺がやるってこと、はい、違う違う、リムブ、リムブ、でも俺ちょっと忙しいかも、なんで、これこれ、リムちゃん座りな、さっきから働きっぱなしだから、これね、これね、この肉真面目、あ、待ってるよ、熱くなりたい、あ、喋れねえんだよな、ごめんな、コロナ禍、コロナ禍パリピバーベキュー大会開催、原宿のど真ん中どうでした今のは、両方に3ポイント、おお、はい、この30すごくね、じゃあすごくうまいっすよ、すごく美味しそうだったから、やっぱインパクトがね、さっきからカメラ回しっぱだったから、うまちゃんも、うまちゃんにあげちゃんから、あーんだ、ベーコンゲームですか、ベーコンゲームだよ、なんであんたもベーコンゲームしなくちゃいけないお野菜、野菜ね、ちょっと火力強くてね、焦げるわ、早めに避難するのがね、あれ、ゆきみさん野菜問い分け返してんすかどうしたんすか、これさっきからの学びです、これ学んだ、そんなもうバーベキュー分かりきった、ここ取れ高だから、ここしっかり取っとかないといけないから、俺はちょっとあえて周りまで見て、周りまで見て、これ何ポイント、これ何ポイントですか、これ2ポイントです、はすごくないですか、これすごいんですよ、サングリア、ワインで、コーラ、ウィルキンソンと、ジンジャーエールと、ビール、水、これオレンジジュースとかな、うん、飲み放題なんですよ、ジェリーキューブで、さっき何飲んだんだっけ、さっきワインとジンジャーエール合わせて、あーカシスソーダにしよう、パリキン、うまちゃった、あー、確かに、ビールが持っていきましょうか、うん、皆さん開けますよ、こんな俺が優しい、カシス、案外バーベキュー酒飲まへんかと楽しめんねんけど、そうやな、楽しめてる、うん、今俺結構楽しい、夏、うん、感じてます、感じてる、うん、もう8月終わりにしてでもやっぱね、花火したいんだよね、そうなんよ、うん、花火したいし、あとさ、今年お祭りめっちゃやってるやん、
花火大会とかめっちゃやってるとこ多くて、うん、でもタイミングがね、イベントとかがあるからどっから花火大会やってくんねえかな、なんかチェックで もう今やってくれたら今やってくれたもう超ロケーションいいよ。楽しかったな、でもいや、まだ終わりまだ終わらんよ。なんか締めようとしてる。違う、こいつ多分帰ろうとしてるいや、俺もうお腹いっぱいになったからさもういよいよって感じだからさ冷麺とか食いたいわ、今冷麺焼肉やん、それバーベキュー関係ないやもんなんか今、冷麺の気分になっちゃった締め締めお前も締まろうとしてるここ2人もうすぐ締めようとしてる今、腹何分目俺、まあ、6とか俺、7とか俺、まだ仕事さっき夏バテかなんか知らんけど全然食べれないんだよね。そうなの。お前、野菜食ってるの確かに、珍しい。あのリムがあのリムが野菜を食ってる。野菜と対極の位置にいたのリムが。なんかお腹空いたなと思っても全然食べれないみたいな。一日なんかリム逆ビーガン。逆ビーガン。何？ベーコンうまくないか。うるさい。ベーコンうまくないか。ベーコンうまくないか。はい。本当だからだ。他のお客さんもいるんだから迷惑だろ。バーベキューがうまくない効果多い普通にさ、この企画さ、うん、1ヶ月前ぐらいから決まってたよ、うん、ちょっと楽しみやったよ、うん、まあな、うん、想像はついてなかった。場所はなんか知ってたけど、うん、情報知らんかったからさ、うん、どんな感じかなと思ったけど結構しっかりしてたからね、めっちゃ面白い。これ、チル音楽流しながらやりたいわ。で、BGM で流せない、ね、もしかしたら。あ、今ね、うん、今ちょうどチル音楽流してくれてるかもしれない。あの、あれがトゥルトゥ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 ルトゥ、シャドウさんのビジョンね。あ、はい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 。わー、プールや、えーぐプールや、これナイトプール泳いでナイトプールや平泳ぎのこの姿勢こうしてる時や、この瞬間あるからうわー、柔らかうわ、すごい背中に鬼をすげえ、ホクホクやん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、あんなに鳥の形してたのにもう、わからん。もう何もかもなくなった。いただきます。めっちゃうまそう。なっ、ここやばい。食べちゃう。いただきます。あの、氷が多分ブリッブリッ骨バリ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 骨だった。そう、うわうん、どう？おいしい。じゃあ、ごめん。おいしい。そんなの決まりあったっけ？うん。あっちどっち方面？渋谷方面。え、そうかな。宮崎に届けろ。宮崎に届けろ。あ、おいしい。あ、違う。お前お前。おいしい。おお。あっち何？あっち渋谷方面。渋谷広すぎ。渋谷広。渋谷に囲われてる。カモ食べてみた。兵庫まで。いや、兵庫まで行こう。兵庫まで。甲子園球場まで行こう。今頑張ってくれてるから。やります。もっ。あ、間違えた。あっしゃー。お、天国方面だ。天国方面。カンニム食べてみ。これどこら辺が美味しいかな、これ。あ、でも皮食べたいよね。皮いいね、うん、これさ、頑張ったのに全然ウケへんいや、でも分からん、まだウケとかじゃないから、素直な気持ちそうやな、そうやな、どう？あー、うまい。あ、ちょおいしい根拠を言え。根拠うるさい。本当だな。くまさん、はい、くまちゃん、揚げからのあんやどうすか。あ、うまいっす、うまいっす。んあれうまいっす。間違えちゃったどこにカメラが行くんだ。カメラどこ向くんだ。これおいしい。とても全然ないどんてん。あれ、新大久保方面分かってきたやん、どんどん。怖いな。 YouTube、 いいね、YouTuber だよ。ということで、まあ、この後ね、まだまだこれ、うん、お肉とか残ってるので、僕ら顔出ししてないので、モザイク処理とかが大変だろうということで、ゆっくり食べてましたけど、これからね、うん、ちゃんと、ちゃんと、しっかり全部、食物して、ラストスパート。おー、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 おー
わかるかなみんな。タニエルさん。こういう都内でバーベキューできるところ、まあここ以外にもいろいろあるのでね、うん。ぜひこの夏、まあ涼しくなってから9月末とか10月とか、11月ぐらいまで暑いらしいよ。あマジ？結構暑いらしいよ。マジ？でもってことはそれまでバーベキューをいっぱい楽しめるってことは。旬な時期長いよね。長い。そう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 。だから俺らがそこら辺とか歩いてたら、おいしい。ありえるってことだ。ありえる。皆さんもね、こういった屋上でできるバーベキューぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ということでこの動画おもろいなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは以上、モノパレットでした。馬ちゃん今日外撮影ですけどいいんすか。ダメでしょう。だから鈍天なんだよ。すげーとか言って、でもあのマンション近すぎて死ぬんだよ。